今回紹介するのは日本2600年史新書版という本です。本書に収めたのは昭和14年に発売された大川襲明著日本2600年史の初版本であるが同書は発売早々ベストセラーになったものの源の頼朝や足利尊氏を称え 徳川幕府を高く評価していることを問題視した軍部や右翼の一部から国体違反、府警などの批判が浴びせられ、発金の告発を受理した検事局から削除と訂正を求められた。このため昭和15年からは改訂版となり、問題の箇所は削除された。そこで本書においては、 改版で削除された不経済違反部分をあえて防戦で示し読者の参考に供することにしたちなみに改訂版は戦後今度は GHQ によって追放図書に指定された満足しました日本史全体の本を初めて読みました戦前の政府が発金にした部分が面白かった壇ノ浦の戦いや南北朝などの記述がなかったが 鎌倉馬鹿府や江戸時代の儒教や文化は良かったと思います。知識不足で読めない漢字が多かったので残念でした。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。